はいこんにちは6月4日日曜日お昼12時10分を回りましたナンバーワンのお時間お相手の玉城ミーカーとはいしんちゃん津波しんいちです虫の日かうん虫の日じゃないか勝って買虫の日というか私もずっと虫歯予防デーがずっと来るんですけどあとねハワイ捕虜沖縄出身者戦没ホノルルで開催とか書いてますね沖縄手帳か何かみたいな沖縄手帳ですね本当便利よね沖縄関係ですね えひなみ、虫を食べるとか出てくるかもしれないですね、昆虫食 YouTube で。しち食べてろ。俺のしんちゃんとこの玉ひなみっていうのは劇団員ので。劇団員芸人でしょ、もう好きで、もう箸デジゃ。昆虫食でしょ昆虫食も以前以前、食べたんですよ、YouTube の撮影って、覚えてますあから。うちに来た時にしんちゃんあ、食べたな、高めたみた食べた高めた。 でしょう <laughs> 食べたな、あれ、ー <laughs> 私の YouTube チャンネルで、うんあの、家でちょっとね、うんはい、飲み会をお二人、の配信した時ですけど、食べましたよね、福永君が持ってきたあれ,あれ、ねあ、結構いい値段すんだよな、ね、そうなんですよ。だからさ、俺、よく言うんだけど、これはなんとか、カエルの足はチキンの味とか言われたら、じゃあ、チキンちょうだいって言とってくなる。<laughs> わかるコオロギとエビの味じゃあエビでいいさって思うけどで俺なんかさあるテレビの撮影で、はい、最近もうひなみいる時き昆虫食出てるよちゃうけでわかる <laughs> ポタポタ焼きの横にコオロギの何てヌーやがって <laughs> これも,もう俺たちは食べれんわけそんなのひなみちゃんは全然好きなの大好き,大好きって。 ヘビ捕まえに行くんだとかも大好きだし、ちょっと変わってるな。まあだ本当あれだよ多分中尾明さんとかだったらヘビ巻いてから行くはず。レジ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 本当日本物ってバーって。緑鮮堂の CM 狙ってるってバー。私以前コオロギせんべい食べたんですよ。はいはいはい。あのねムジさんが出しているコオロギせんべい。ええ稲荷とかあったり。あれはでも確かにあの最後の辺はやっぱりちょっとぽい味がするんですよ。 エビ最初はえび風味ですけどうん、うん、ま,まあまあんかぽい感じがするんですよね<ー>か食べたらがかります分かるね、はい、だかこれが好きな人にすいませんけどまだ俺はちょっと時間かかりそうだし多分俺が死ぬまでには多分まだ多分でもこういうのを食べるようになってな,なってくるんですかねあ私はあの えーと県外の大学の入り口の横のところの自販機に <laughs> でし、うん、ょっとお仕事で行った時の県外に、うん、そして大学の,、うん、あの正門の向かいにこうたくさん自販機がずらって並んでて、うん、3分の1が昆虫食だったんですよ、はい、この自販機3分の1昆虫食なのってちょっとびっくりしたことがあってすごい写真撮った 取ったと思います、えー、どっかのホルダーにすごいね、すごいな、うんまあ、あれはちょっとぎょぎょっとしましたね。お 見えない見えない見えないってチューしてくれるけど <laughs> とりあえず今日6月4日からこんな話になりました昆虫、うんうん、ベルマーチって書いてあるよる <laughs> 広がるね,ね<え> <laughs> じゃあ今週もこんな感じで時間内に収めていきたいと思いますえもちろんですよ毎回収まってますよいよ,ろしよろしくお付き合いくださいナンバーアワーこの放送は沖縄唯一低温殺菌牛乳の宮平乳業食卓に彩りをお漬物の菜園 ホリデー車券スーパー乗るだけセットの二郎工業。ウコンにとことんしじみ800個分でおなじみの沖縄製粉。美味しくてヘルシー前里。以上を各社の提供でお送りします。 南部アワーラジオキナーがお送りしていますいさあそれでは最初のコーナーおい、うん、しい話題を紹介しますまあどこどこの何々食べてあれがおいしかったよとか、はい、皆さんからねそういうリポートお待ちしてるんですけど、はい、私先日、うん、あのー、北中具くの北中総弁当さんで出している、はいうん、ああ有名ですね有名でしょ、うん、グルクンバーガーを食べたんですよ、うん、しまぶくかなんちゃうね あ住所は島袋になるの、うん、分かんないんですけど、うん、私、今井、うんうん、パンってあるじゃないですか、今井パ,、はい、パンさんとのコラボで、コラボでグルクンバーガーですごいなんかね、バンズっていうんですか、いいこのお肉の部分がグルクンと豆腐使われてて、うん、ふわふわで、うん、なんか結構お年寄りまで。 ほらあの肉感が嫌だっていうお年寄りの方もいらっしゃるでしょええー、いるんだ、はい、ああそうなんだだけどこのお魚のバーガーだからすっごく美味しいって柔らかくて美味しくてお<ー>ごめんねこっち持ってこいと思ったけどねもう全部食べちゃった、うん、分かってんだ <laughs> 何の匂いもしないんで入ってくるこいのに今明治橋, <laughs> 明治橋うん、うん、いいんじゃないこんな近くで <laughs> 今あじさい橋とか言われたらえっ、うん どこってなな橋い <laughs> 明治橋もうこっちあと一、ね、分っていうそれ,それでいいです。<laughs> 大丈夫大丈夫。何何しか俺たちがうかんない。ごめんなさいね。見内受けあ、おいしいレポートね。紹介していきます。しんちゃんなんかおいしいの食べました最近。あ、でもわからすぐ忘れるんだよ。も本当にも健忘症だからよ。メモっといてくださいよ。メモったところまた忘れるから。メモったこと。メタジもわからんよ。俺かユキーかって言われてる。暗号文？ <laughs> なんだっけ、あの。二百、二百って言ったっけ、私。<何>ズーの。ことズーの二百。二百で。三百。二百が歌を300もう三百も。ず <laughs> <laughs>、ズーね。うん、雪の字がね、ズーがね、二百に見えたんですよ。そうそう、俺もジャパネットって書いても、J ェーアラートに見えらず。目覚 <laughs> めさびの悪いやさんみたいな。<laughs> 本当よね。行きましょうか。はい、じゃあ、早速私から紹介しますよ。え帰ってきたシャバドゥンさんです。しんちゃんみか、それからゆうきり、皆さんお疲れ様です。帰ってきたシャバドゥンです。早速ですが、今日はいつもの企画ではなく、しんちゃんに報告です。少し前の話になるんだけどさ、しんちゃん。行ってきたよ。何が。ちょうどよ。南城市役所に用事があって、その後に行ってきましたよ。しんちゃんの知り合いの焼き芋屋さん。はい。はい。して、多分しんちゃんの知り合いと若いニーニーがいたんだけど。 しんちゃんの知り合いに写真写してもいいんですかーって確認してお店の写真も写させてもらいました、うん、お芋も2種類買って家で家族で食べたけどどっちも美味しかったなー、うん、ごちそうさまです場所は南城市の真ん中です南城市役所庁舎内ですということではいできます庁舎内ではないね じゃないよね南城市役所背中にして右側ですね左<ー>左がユインチホテルというかはい、うん、でこうやって芋芋の上りも出てますもんね最近冷やし焼き芋やってんだねうーん,ーなんか今紅マサリとシルクスイートっていう芋を使ってるわけ、ねうん、そうシルクスイートが甘くていいですねでこの店主がちょっと歯がない素でなんで彼に歯を入れようっていうキャンペーンってことでございます裏キャンペーン歯がなくても食べれる芋っていう怖いっさあこんなものが い浴びたんやーって言うけど何分もいいですけど「やってけラジオはちっちゃんだ」いていったあんままかいがのマネージャーではん」りませんて「若いみゃあっま言うて「若いみゃん」って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 言うで若いみゃん」って言うて「若いろゃん」って言うてね「若いみゃん」って言って <laughs> や公務員しかしたことないの、みんなからいよ。<laughs> 公務員しかしたことないの、こんなかっこいいセリフ言ってみたいな。<laughs> いいはずよ <laughs> と思う <laughs> はい、えー、こんにちは、お久しぶりです。ね、はい、玉の裏の、えー、いたちょっと仕返ししてあげました。<laughs> 玉の裏のケツにさんはいありがとうございますステービスに紹介して紹介させていただきたいお店はマグロ丼を食べたくて入った宝食堂ですあるお目ですね悩の上の方のねそこで紹介したいメニューはマグロではなくマグロ丼ではなく思いがけず出会ってしまったクリームシチューセットですちょっと待ってマグロ丼食べたくて入ったんだけど思いがけず出会ってしまったんですよ横の人が注文して見たとかじゃないですかクリームシチュー定食クリームシチューセットってクリームシチューセット期待に胸を膨らませ

前に全面的に来るんだったらさこれ沖縄そばが全面よね <laughs>、うん、でっかいよねそばセットプラスシチュー後で頼んだみたえー、でき出てきたのは白飯と唐揚げにサラダメインであるはずのシチューが隅に追いやられ、うん、謎に沖縄そばがセンターにいるではありませんか?」って書いてますね<ー>まるで年のるとクリスマスが一緒に来た。うん <laughs> <laughs> 本当ト上手上手クリスマスとね大みそかが一緒ですね、うん、正直あまりのそっがにどう食べ合わせていいか分かりません <laughs> とりあえずつけ麺風にシチューにそばをくぐらせて食べてみたりしましたが正解が見えません <laughs> 面白いなこれいいなディシズ和洋折衷ですお試しになりたい方はこちら那覇市岡さん亀そばの向こう側ですではでは何すごい余ってたのかな もう。違うよな。日頃からそうなんじゃない。シチューをご飯にかけて食べる人いるさ、もちろん。どっちもいいんじゃない正解はないわけでしょう?。ないわけでしょう?。この人がやりたいことが正解なんじゃない?。どうする?。チキンをシチューにくぐらせて。これをどういうふうに食べてるのか見てるはずね店員さんはね。見てて。はい。って思わずね。これが。カレールーがあれば、まだ。 カレー出せばいいのかそうですもカレーとそばセットってあるぐらいだもんねだから別にカレーがあるからシチューがあっても別にいいうことはですよカレーだとしたらもう唐揚げのして唐揚げカレーそばでいいんですよそうですよねこれを分けたいちいち分けたわけですよね皿洗いも増えるし増えるしねや 面白いな沖縄で一番面白いメニューかもしれませんここれねこれすごいねパンチあるね昔さチャーハン推しのさどっか内地の店があってもうラーメンチャーハンセット餃子チャーハンセットだけどチャーハンにチャーハンセットってもう店主が意味がそのチャーハンツーチャーハンだん。もさ店主が書いてて意味が分からなくなったんですよチキンから揚げプラスチャーハン何かチャーハンが推しなんでしょだからチャーハン でいいいんじゃないの <laughs> 左ちゃん右もうチャーハンでいいんじゃないかな。もうもう 面白いななんか紹介してほしいよねどっか取材行ってくれないかななんかこうい行ったら大変なことあのるよね珍百景的な感じのね見てほしいなじゃあ続いてこちら雅子姫さんいただきました日曜日のお昼ご飯の時に家族みんなで聞いていますよ雅子姫ですありがとうございます久しぶりに名古屋にあるガブソカ食堂本店に食べに行きましたいつも早期そばを食べていましたが肉そばを今回食べましたよバッキーの地元かなあれは早期三枚肉かまぼこ卵焼きが乗って まず早ーをいただきました昔から変わらない味付けでおいしかったなやっぱりおいしいなって思いましたスープも麺もおいしかったです早期キそばもいいですが肉そばはいろいろな具がのっているのでおすすめですそれからメニューに男性のイラストが書いてありますあの絵は創業者の近所さんですもうそっくり言ってばまだまだ現役でキッチンで頑張ってましたよという政子姫さんからいただきましたあなんかさがぶそか食堂さんとかこのラジオも聞いていただいてるみたいなんで私取材行った時に、うん、サインね でそれで近所さん近所さんにも取材して奥さん奥さんもね90代なんですよもうキッチンに立ってたんですよねこの取材させていただいてかっこいいなと思って元祖って書いてあるね初めてねすごいな今もう支店もねできて俺首里っていうか西原っていうかあっちにもできてて景色がいいところですよ驚いたまだ行ってないですけどね えー、横浜のヒロポンさんですね。はい、今回紹介したいのは、主に沖縄県外の人なんだけど、那覇空港、ジャル川の一番端にある空港食堂です。はいはい、有名ですね、うんえー。自分はかなり沖縄に行ってる方だけど、初めて食堂の存在に気づきました。三川さん、しんちゃん知ってた知ってましたね。内地に戻る最後の最後まで沖縄を満喫したいなら、3階のレストランフロアも良いけど、空港食堂も寄ってみたらいいよ。うん、それじゃあね、っていうことです。そうね。 あの到着ロビー一一番の左側にありますけど私いつもだからさ空港で到着した時にあいつもおいしそうだなと思うんだけれども、うん、今度行こうと思うけどさ忘れちゃうんだよね、うん、だ到着ロビーについてからあ行く,行く予定だったのにって<ー>毎回思っちゃうんだよね。なんか本当にそこで働いてる整備士の方が来たりとかここ知ってる方々でねやっぱり、あのー、ちょっと。 フロアが高くなると値段もちょっとお高めというかねちょっと急いでる方もいるけどこっちももちろんそうだけどこっちなんか沖縄っぽいのがまだ多いかなっていうなんかう逆がいい気がするけどなと思ったああはいはいでもねほらほら県外の人たちとかが沖縄のものほら空港立つ前にさ沖縄立つ前に食べたいじゃんえありはするあるけどそうそうんかもうより沖縄の食堂に近いのでちゃんぽんとかねなんかみたいになるからねうん面白いですよね思い出しとここ今度もねはいじゃ続いてこちら青い野球帽子さんです ですしんちゃんさん、人間ドックの前日、9時に切り上げたミーカーさん、皆さん、こんにちはいつものんびり青い野球帽子です、そうそうそう、<laughs> この間来てくれてたんですよ、カフェに。うんうん、そしたら、私、土曜日、人間ドック行ってて、うんうん、間に合わなかったんですよ。うんうん オープンして、うんあの、本当に早めに行きたかったんだけど、再検査、再検査で、はいはい、中性脂肪が高いとかね。まあね、言わ,言わずのかな、みたいな、<laughs> まあ俺もだけどね、なのでねあの、ちょっとごめんなさい、会えなかったんですけれどもね、うん、さて、嘉手納町、新町のラーメン屋さん向かいの駐車場があり、その一方通行にクッキー屋さんがあります、名前はアメリカンクッキー、お一っ子やめ一っ子人きっては、一個100円、お二人さん、時間まで4ば割を、ミイカさんのお姉さん 妹さんかって思ったよ、そっくりです、ということで、はい、いただきました、青い野球帽子さんからです。お姉さん働いてんの?。え、うちの?。三女、三女。似てる人?。はい。いるわあの、あの二人いるときに、いつもあの、優待離脱ってやろうかって言って。や、やったほうがいいんじゃないの?。ウインクみたいな感じ。私がウィの方で。ウィンクの方です。なんかウィいるんですよ。へえ。周りね。 すごい似てるよな俺お会いした時さ失礼だけど美香さんのお家でお会いした時もお前笑い止まらんから指さしてあはははははて旦那で見分けるっていうあこっちが美香あこっちがお姉さんだみたいな面白いだからね私をテレビで見てしかねお会いしたことないなっていうその方が私のネーネーのことを私だと思っててえっと「うん っってやったらうちのネーネー必ず「ミカじゃないですよ」ああもうでもですよ「入ってください入ってますよ」入ってますよみたいな感じで違い,じい違いますよ「ミカじゃないですよ」っていういい時には使ってるかもね「<laughs> ミカさんですよね」って言ったらドーナツ1個サービスだったら「はいそうです」<laughs>「食べるまではミカです」って。 <laughs> 食べ終わったら、違うって言います似てるんですよ。似てますよ、はい、面白い、はい。ええー、友文さんから来てます、ね。はい、ありがとうございます。ええー、すば百十七杯目は、うるま市にある、あらかきそばです。うん、たまたま見つけたんだけど、ホームランでした。ええー、注文用紙に手書きで書いて、注文したのは、炙り軟骨ソーそば、第千五十円と、重ューシー二百円。刻み昆布、ええー、刻み生姜が入っているのも、珍しいし、スープも美味しい、ネギもいい感じ。ソーは別皿で、わさび付き。 えー、2個はわさびをつけてそのまま食べ残りはそばに乗せていただきました柔らかくてとても美味しかったですたまらんトッピング終わるから注文用紙に書いてねそして、えー、細い片面なんだけど以前 北中ぐすくそにあった古そば愛でよく食べていた。それに見ていたから、うん、どこかでみたいになったさ。記憶が蘇る麺は初めての感覚でした。炙り軟骨ーキとジューシーの相性もバッチリー。交互に食べたら最高。ごちそうさまでした。あ、水はセルフみたいだけど、店員さんが出してくれましたよ。ありがとうございました。他にも食べてる人いるかな検索したら、麦さん、麦かっこ猫さんもよく食べに来てるみたいよ。 えマヤも大好物の荒垣そばの場所はうるま市宮里の41番地千葉な十字路から今動物いないけどスイーツを販売してるミニミニ動物園向けユニ,ユニオンもファミオンも過ぎたら赤道十字路があるからそれもトっバ版数字のコンビニが見えたらすぐ右手にあります駐車場4台全国発送もやってますということでやったりそばが好き大当たりということですねーお手書きのメニューのやつに書くんですねーへえ

せんってあるのか。せ <laughs> めないせんだからさ。で、ね、なんかばん、なんか本当に何でもくっつけるみたいなシーエムだったよね。せ、うん、めないん三千円ってね。うん,うん。でしたら、怖いよな。鍵とかくっつけられても、一生開かないんだろ <laughs> ハンドルも右に、まくっつけられても、ずっと右しかまからみたいな。<laughs> 円周 <laughs> 率みたいなじ。<laughs> じゃあ次いきますよ。うまごん、うん、さんです。はい、しんちゃんみがこんにちは。うまごんです。はい、イトマのゴミさんにおかみさんに,さんに次はサンドイッチだなーって言ったらサンドイッチは卒業だからさもうオーダーメニューないからタコライスにしなさいっていうので今回はメニュー聞くこと,くことなくタコライスをオーダー。これうちのカフェの話です。あそうなんですか。<laughs> すいません。<laughs> やってきたタコライスプレートの周りにはお店のコンセプトであるイトマさんの新鮮野菜に海ぶどうがしっかり乗っていてまずはここからいただきます。メインのタコライスをいただくと満腹。 になりました。メインメニューをコンプリートさせていただきましたが、今の胃袋では。デザートのチーズケーキにたどり着けないくらい満足できます、うんえー。カレーは飲み物なので、カレーだったらチーズケーキにたどり着けるかもしれません。では、来月からメニュー二週目いただきましょうね。座長カフェの女将、来月もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。うまさん、ありがとう。そうなんですよ。今、またタコライスが出ているんです。ま,また、おしゃれですね。彩りも。<laughs> これ、うまいごさんのは足りる人。 足りてますよいつも。足りてるあの大きい方々じゃないよね。ツートップの人。大きい方々ってあの二人も。クロちゃんさんとかじゃない。じゃないですよ。でもクロちゃん来てますね。あはい。玉関 FC クロちゃんですね。ゴールデンウィーク宮古島へ行きました。その時に美味しいそばを食べましたのでご紹介します。お店の名前は中休み商店。おいらが頼んだのは元祖鶏宮古そばに無料のサービスのライス。そばの出汁は鶏の濃厚なスープ。麺はし しくで,まあ、でした、えー。麺を食べ終えたら店員さんに教わった通りおい飯をして鶏雑炊、えー、元祖鶏宮古そばかえー、最後の最後までそばを堪能させていただきました店の場所は県道78号線、えー、平良具祖べ線と県道201号線ともり線が交差する T 字路宮古島守君の鶏の、うん まさかつくんがいるところです。では最後までお決まりやすということで。うん。中休みのみ味は味なんだね。だね。休みとった中身なるね。中身商店ですね。うん。美味しそうですね。あの取り出しだからちょっとこのなんだろう一瞬ラーメンのような。磯っぽい感じだけれどもね。ここに白飯入れてから増水風にしてこれ最高じゃないですか。マックスだ。マックスだ。すべたくなってきた。はい。ありがとうございました。さあということでたくさん今日もね美味しい話題を紹介。 していただきましたがまた、ね、まだね読めないものがまだまだたくさんありますよ。いいね、<laughs> はい、はい、来週もたくさん皆さんのですね美味しいリポート話題をお待ちしていますよ。はい、以上給食係のコーナーでした。では続いてこちらのコーナーです。 沖縄製粉プレゼンツ、前モアイの窓。沖縄の伝統的風習モアイは、地域、友達、職場と、様々な仲間との親睦を深める場として親しまれています。前モアイの窓では、そんな皆さんのモアイ風景を紹介していきましょう。はえ今週紹介するのは、スマイルリンダさんいただきました。ありがとうございます。はい、しんちゃん、ミカ、スタッフの皆さん、ラジオ聴きの皆さん、こんにちは。こんにちは。やんばる福木並木からスマイルリンダです。あいすモアイの窓へ。 お邪魔いたしますね。以前このコーナー。 違うな。このコナーでって書いてますね。うん、このコーナーね。<laughs> うん。このコナーで、うん、しんちゃんにモアイの名前、命名していただいたふくらふくら社え、ふくら社会ですが、うんうん、実は明日6月5日は、ふくら社会の首謀者であります、居酒屋島な新店舗への引っ越しの手伝いをモアイメンバーでやるんです。あいいですね。いいよね。一致、うん、団結の力、パワーが倍増して、あらない動きますので、しんちゃんミーカーから応援メッセージいただきたいです。よろしくお願いします。なごしまなあさん。 6月9日新店舗オープンおめでとうございますじゃあ皆さん今日もスマイルで頑張るんばーということでスマイルリンダさんです6月9日ロックの日か、うん、<ー>なんかね、うん、そう移転オープンするので新しいお店もね島田さん人気だからな,、ね、なんか前のお店よりはちょっと小さくなる感じ、うんうん、だからみんなも痩せていけばいいんですよね <laughs> ちょっと小さくなっ, <laughs> ちっ痩せていいちょっと小さくなってきてください あの椅子の数も増やせられるみんながちょっとずつ痩せたらまずは1キロ減らすっていうちょっと痩せてきてください前回の体重は記入生で書いてからやだな面白みか何ロ g 育てていいなでも本当おめでとうございます多分お店をさ4月末にクローズして1か月ちょっとしかないんですよ新店舗の準備でも。 あもすごいバタバタしたと思うんですよね並行させてたんだよね多分ね新店舗を探すのも含めてで、うん、ちょっと片付け<ー>でしょあご、あのー、食事作りながら洗い物するみたいな感覚でしょうんうちわからんけどあ違うあっな,な,なんか上まい人いるさ <laughs> <laughs> なんかもう食事子どで食べさせながらも洗い物もすわせてるみたいな, <laughs> <ー>な両方走らせてるみたいなあ,、はい、あんな感じですよねわ、うんうん、からないな俺よくやったことないスマートに で私さ、そう前の店舗の時に行ったよって話しました、ねうんうん、僕も一回だけ行ったことありまして、ねね。ゆい子とね、あの直前、直前が閉まる前にね、ああ行ったんですよ。うん、はいはい。盟友も。うんうん、行ったんですよ。うん、そしたら、もう島田さんの加盟加盟攻撃に遭いましてですよ。うんうん ものすごくたくさん食べた覚えがあります。本当。タケノコご飯がうまかったんだ。そういうのがなんかね、美味しい料理上手な。タケノコの刺身がうまかった。タケノコを刺身で出すとか、モハアク抜きとか、もね大変だったそう。だからああいうちょっと手の込んだものとかもね、美味しくね、あのまた提供されるんじゃないかなと思いますけれども。引っ越しのまたご褒美楽しみだね。そうですね。皆さんね。その後ね、多分みんなでコッチするんでしょうね。はいはい。毎度もありがとうございました。ありがとうございました。今日紹介しましたスマイルリンダさんには沖縄製粉からウコン。 シジミ800個分10本入りのプレゼントいたします。おめでとうございます。おめでとうございますさあ、このコーナー、皆さんのモアイの話を教えてください。うんはい、こんな感じで、モアイメンバーの何かいい話だったり、うん、あの、モアイ進化のなんかお子さんの披露宴に出席したよとか、そういうのもいいし、モアイの話、たくさんお待ちしています。そう、披露宴でモアイしたよっていう話でもいいよね。うん、はい。アドレスは南部、N A N B U、南部アットマーク、rokinawa.co.jp、nanbu、南部アットマーク、 アール沖縄 co. 以上、沖縄製粉プレゼンツ、全頭モアイの窓のコーナーでした。<laughs> さあ、ではここで一曲お届けしますはい、はい、今日は原田智代さん。<え>守ってあげたい。 沖縄セルラープレゼンツ発色機このコーナーは地元に全力英雄沖縄セルラーの提供でお送りしますいいよみんなで聞いて幸福になりましょうそう幸せになろう幸せになろうよ幸せに向かっていかんとなそうですよ似てないとなごめんなさい CM の間にちょっと私たちしんちゃんとカメラマンのせいやとちょっと幸せについてね話し合いしてたっていう幸せですか打ち合わせですかあなたは今 <laughs> 幸せそれとも打ち合わせ <laughs> <laughs> どういうふうに出会ったんですか結婚式か <laughs> <laughs> まあまあまあ、うんね、まあまあいろんなことがありますよ俺たち打ち合わせの方だからまだ、ね、そうですね <laughs> ミカ幸せそうだよな <laughs> せいやな, <laughs> なんだよなんかいいなと思うわけどなんかそれからパワーもらってやって生きてるって <laughs> なんか時々なんか海面に上がってウキって吸わてもらって、り <laughs> ミカずっと上でなんかもうなんかその。<laughs>

んち,ゃんとちゃんと生きてよ俺なんか危険地帯だからなぜなぜ <laughs> <laughs> 俺安全ピンで怪我する人だから <laughs> 安全ピンなのに <laughs> ダメだよ何の話かごめん <laughs> なぜなぜってちょっとちゃんと本 <laughs> 題言っていいですか <laughs> もうダモ<う>ノ音台でも本題でも消しゴム代でも何でもなんで <laughs> ノート代の化粧水。正 <laughs> 面ない。正面。<laughs> もう飛ばすね。飛ばさああ、だ、どこまでやっつ。いが面白いこと言うから、始まる前に。最初 <laughs> 直前に、せんやが悪いんじゃ、あれ。幸福、幸福な話をしてたら、そこでも不幸でしたけどね。まつげ、まつげ、それ山付け。<laughs> <laughs> <laughs> そっからスイッチが入ってる。<laughs> ごめん、これもわいのこう、ええ。 基準変だよもう話もかいわ本当にえっとね基変更の話題の他にもスマホのね話まあ電子決済の話とかねエーユーペイがあるじゃないですかまあこんな風にスマホを上手に使えば使えてますよお二人はどうですかみたいな感じでメッセージをいただいているんですけれども納期があるよ上等だよとかはい今日はですね帰ってきたシャバドンさんからいただきましたあシャバドンさんはいどうもありがとうございますラジオ全部に投稿してないかとこの部分もねえシちゃんミかゆうきィ皆さんお疲れ様です帰ってきたシャバドンで 早速ですが全国チェーン店以外で auPAY が使えるお店を紹介する企画「うん、えユーモ au PAY?」A U、ですけど、うん、第10回目のお店は名護市巨大の駅ヤンバル物産センターですー久しぶりに家族で北部へドライブした時に寄ったんだけど、うん、特に目的もなく1人でうろうろしていたらテレビで見たおつまみを店内でたまたま見つけて、うん、どうしようかなって思いながらレジに行くと auPAY のマークを発見あえユーモ au PAY? ってことで購入しました。 がまだ沖縄経済に貢献しましたよ。えー、しんちゃんもう auPay は設定したかなまだだったらゆうき D 今設定してあげてということで、うん、シャバドゥンさんいただきました俺ゆうきがもう一番のね,ね担当者ですからね担当者ですからね担当者も忙しいんですと何 <laughs> でや思った,たで俺が実際何とかの進んでくださいっつって何かね番号入れてくださいって,ってもわからんって言でもでも の多分アプリを入れたらすぐこれ別に AU ユーザーじゃなくても AU ペイは使えるのであのアプリをとりあえず最初にダウンロードするんですよ。うんうんうん。聞いてる？聞いてるよ。スマホさあやさやしながら私の話聞いてるけど。AU ペイは今何アプリダウンロードした？あ知らんでしょう。今何見た？入ってるでしょ。今何見てた？AU ペイ入ってるはずなと思って。探してた。うん。AU ペイありました？これマイ AU です。 <laughs> じゃあとでなここでやるマイエーユのページとか見ててもエーユーページとかがあるから、そこタップすると、うん、アプリダウンロードしてなかったら、うん、ダウンロードしてくださいって出てくるのでやると大丈夫です。うんうん、後でも教えます。はいわかりました。面白い方の未来へって書いてるんでエーユーが。うん <laughs> <laughs> 面白いい方の未来きましょうねはじゃあ、ぜひですねこういう感じで、皆さんの近くで、ここで auPAY 使えたよっていう情報とかも、これ、受けてほしいかそう、これ、帰ってきたシャバトゥンさんが個人で初めてくれたいうことではあるけど、うちの近くのこのお店でも auPAY 使えましたよみたいなのがあれば、ぜひ教えてほしいですなんかな、つけらん商店でもとかだったら、行きたくなるような、近くのたしょう商店でとかね、もしあったらよ。だからチェーン店 大きな店舗以外でも、こ人店舗でもやってるよとかね教えてくれたら、おばあちゃんとかがね、ない、ない、ない、今のカットはい。<laughs> 大変失礼な発言があったことを心よりお詫び申し上げます。はい。ぜひですね、皆さんこういう情報とかもお待ちしたいですし、まあスマホユーザーの皆さんのこうおすすめのアプリだったりとか、いろいろこう携帯にまつわるね、あのいっぱいエピソード募集しておりますので、ぜひこのコーナーでに送ってください。はい、なおスタジオの様子はですね、今日も YouTube で配信しております。半分以上はもう無駄なすみませんね。私たちのあの本当におしゃれな方幸せについてでしたね。もう一回何か。幸せですか、打ち合わせですか。 <laughs> あなたは今どうやって出会ったんですか <laughs> 結婚式のす <laughs> <laughs>。せ高校が一緒で先輩後輩何とも思わなかった最初はい <laughs> そんな二人がねこうまた出会ってねみたいなこんな感じですね <laughs> それ打ち合わせでしわせでした、はいえーまあ、ぜひですね様子も、うんえー、YouTube で見ることができますので、うん、ぜひ騎士編ロックンロールで検索してください。はいえー、以上、沖縄セルラープレゼンツ発車騎士編このコーナーは地元に全力 au 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました。はい ありがとうございました。さあ、それではラストのコーナー、刑事係に参りましょう。うあなたの街のあれこれ、面白い情報、イベント情報、ね、あの、おしろ看板、見つけた、はい、でもいいですよ。お待ちしています。うん、しんちゃん、何かお知らせありますかありますね。もう、6月10日ね、2時から3時半までですけどね、<laughs> シンポジウムがありましてね、ちょっとアニメを作っていこうと、子供たちのためにね、歴史のとえー、そのシンポジウム、私、出ます。無料でございますんで、バル中央公民館に直接いらしていただいて結構です。よ、はい。よくね。 予約とかないんですよ。もうすぐ来て入っていただいてっていうことだしですね。はい、えー、あと、6月の25日に FEC さんが、ただのりが、うん、あただのただのりが、頑張ってて、これが、あの、なんていうの、リーダーになって、うん、イベントが、なばるのかなちホールであるんですけど、うん、FEC お笑い劇場、ちょっと僕は審査員で出ます。メリアンさんとかね、キャンさんとか、パッションさん、審査員で出ます。でも、ゲストがね、リップサービスとか、プロパンセブンとか、 オリオンリーグとかも勢い乗ってる人たちなんで、んちょっとそれ見るのも楽しみでございますね。ね<ー>お願いします。はい、あともう一つ六、はい、?6 月30と7月の1日なんですが、はいえー、シェイクスピアとジャズの、ね、コラボということで、はい、ベニスの承認という舞台を島袋博之君がね、 t s j の中心となってやってますあの比嘉恭平とか夏子とかも出ます大山里紗さんとか、うん、玉の浜崎君とかねめちゃめちゃかっこいい<ょ>フライヤーもかっこいいこか,かっこよかったちょっとだからこれ音楽がまた入ってきたらさらにでだからジャズだから 2>, うん、うん、2回こんなんだけどうん、うん、1>, 1回目と2回目がやっぱ違ってくるって音楽のノリでセッションで<ー>ジャズさやっぱなそうそうね どっちかまあどっちか1回でも2回見れてもいいしぜひ3回見に行ってくださいねいい僕もどっかキャ,キャストがさ男性2人、うん、2> 女性2人いるさ恭平君と夏子ちゃんがチームスポットジャンプルでしょあとシアター,ってシアターカンパリーから大山梨紗ちゃんと玉名葉正く君、うん、この2人ですけどこれダブルキャストってことで違います4名出て 4, 出4名で6名ぐらい演じ分けますんで<ー>またまたかっこいい演出なんでね これちょっと僕も見に行く。どっちかの時に横でこういうバンドがジャズがあ、うんうん、ってってことですね。ジャズの人たちもね、もう一流どころなんでね、ぜひね、よろしくお願いします。こちら、えー、っと、事務局がですね、090-9688-1221、えー、090-9688-1221、うん、ということで、月曜日から金曜日までのね、10時から6時までの間にお電話よろしくお願いします。または、 ナハートでもねケット扱ってるようでございます。イープラスでもありますのでお願いします。はい、ありがとうございます。じゃ続いてこちらラジオキナーからのお知らせになりますね。いよいよ今度の金曜日となりました。六月九日、R.O.K. リアルイベント。ラジオキナーは R.O.K. ロックフェスティバル会場が那覇市東町のライブハウストップノートにて午後七時三十分開演予定です。チケットはワンドリンク五百円込みで三千三百円、これ税込みになりますね。ラジオキナーの四回。 事業部とラジオキナのショップで発売中です、はい、もうすぐですので皆さんお早めにご購入お願いします、うん、ラジオキナは ROK、OK、フェスティバルこれロックフェスティバル出演者としてはかかずゆりちゃん金城しおりちゃん杉原愛アナウンサー舞田のメンバーですね,ですねはい、そして魂さん、はい、直木屋さん竹中智子アナウンサーそして前平ひとりさん、うん、ヒープーさんも登場します、うん、歌うの 分かんないねこれが楽しみだねさらに6月9日 ROK、OK、の日を記念したオリジナル T シャツを現在発売中ラジオ・オキナ開局史上一番ロックテイストがあふれる T シャツとなっております<ー>シルバーグレートスモークブラック2つのバリエーションを用意しています、うん、1>, 1枚3500円こちらは消費税別送料別となります、うん、ラジオ・オキナのホームページのショップからご購入いただきますのでぜひねあのチェックしてみてください ROK、OK、ロックの日のイベントはもちろん公開放送やこれからやってくる父の日のプレゼントおすすめです いいね、はい、詳しくはラジオ絆のホームページこちらをご確認ください。はい、よろしくです。はい、そしてちょっと私お礼言わせてください。はい、どうぞえっとですね、今年もお届けしますということで、箱いっぱいにね、うん、いつもね、ラジオ縄を聞いてくれている、あのー、和田ファームの和田さんから、 そうなんですよ。うん、沖の選ぶのね和田さんなんですけれども、うん、じゃがいもとニンニクが箱いっぱい届きまして、うんえー、はい、えー、まず前川社長受け取りましたのでご報告を。うん、で私もねこれからちょっとあのスタッフのみんなと分けてはいいただきたいなと思いますけれども毎年いただくんですよ。取れたってまたこうやって美味しそうないはいあのおす分け嬉しいです。うん、ありがとうございます。うん、あとまた時間あるかな大丈夫ですどうぞ。七月の十五日ちょっともうね一ヶ月ちょっとなんですけど。 ベンビーと僕ね、うん、あのちょっとコントをやってみようと人で出して100歳なんで「はい、祝100歳」っていうねコントライブをやりますので。うんはい えー、7月15日夜の7時スタートですね那覇市文化展物館4階でございますこちらはお問い合わせオリジンコーポレーションさんでお願いしますね8666118でございますんでよろしくですチケットを捨てるぐらいあります <laughs> しんちゃんが持ってます、まあね、ぜひお問い合わせください、まあ、皆さんはそこでね予約してください、はい、持っていけないんで僕がはい、はい、じゃあさあそれではえ、ね、い,いたメッセージ紹介しましょうスナックふれあいさんですお二人さんこんにちはスナックふれあいですどんだけ面白し看板です、うん 奈良市五十八号線沿い旭橋駅から歩いて10分ぐらいの左手にあるテナントビルの一室その名も名前がドゥマンギテもう笑いましたどこから那覇ってドゥマンギテっていう、うん、どこにありますドゥマンギテって今えっナイル,ウッ,ピナイルウッピってもあるねああー ドマンギって『笑いました』ビルの名前がじゃないんだミュージックライブバーナイルウッピーもう笑いましたナイルウッピーってうちのあぐちさんねでもこんなしてカタカナで書いて看板にしたらなんかエジプトの古代遺跡みたいなねナイルがあのねなんかウッピー遺跡みたいなできる限りみたいなことですねそうそうできる分だけみたいなねはい中にもニューパンティーっていうスナックがあってからどう出するのかな何がどんなすするニューパンティでよ わからんや、ニューパンティーかもよ。あ、そか。そっか。ニューパンティー。パンツーパンティードライブ。パンティードライブ、トヨタ。トヨタっていう。パンティードライブと、ユタっていう。とユタ。パン、パン。パンツーとドライブ。時間です。以上刑事係でした。 ナンアワー、この放送は沖縄唯一低温殺菌牛乳の宮平乳業、食卓に彩りをお漬物の菜園、ホリデー車検スーパー乗るだけセットの二郎工業、ウコにとことんしじみ800個分でおなじみの沖縄製粉、 美味しくてヘルシー前里。以上各社の提供でお送りいたしました。はい、さあ、今日も採用された方の中から抽選で、抽選一歩のペアランチ券のプレゼントがありますが。こちらは発送をもって発表に返させていただきます。一歩さんは水曜日が定休日となってますんで、ご了承くださいね。はい、はい、ありがとうございました。いいでは、そろそろお別れです。うん、ナンバーワお相手は玉城美香と。はい、しんちゃん、つはしんいちでした。また来週ね。バイバイ。メガネロックへの。 東京一人語り。ゆるい一日の終わりを締めくくる感じのもうゆるいラジオなんで。ローカル局では聞けない情報やゲストの内容はいつも聞いてる人たちと違って面白い。えー、これお母さんからいただきました。ラジオ沖縄公式ポッドキャストから大好評配信中